はい、それでは続きでやっていきたいと思います。先ほどですね、別な無人島に行って、素材とかを集めていましてですね、そこにあった、岩から鉄鉱石がですね、結構出まして、なんとかですね、たぬき地から依頼されていた、アイテムも、DIY することができまして、素材を集め切ることができました。今、1、2とですね、この辺にも置いてあるやつですとかは全て提出した状態でして、最後この3つ目ですね。屋外用はもうチェックしてしまってるんで、最後室内用の家具ですね。これを最後3つ提出して、依頼は以上になりますかね。はい。じゃあこれでね、たぬき地から言われていた作業が、一通り終わった感じですかね。はい。ちなみに今ここにいたのはですね、最近死んでしまったワニが転生してこの無人島で、生活しております。あと昨日設置したね、この橋の存在ちょっと今忘れてまして、こんな感じで、完成しましたよと。はい。ちゃっちいですよね。ってことで、一通りやらなくてはいけないことは、終わったと思うので、基地のもとに、行ってみましょう。いや、もうやりましたよ。早いね、今日って言っても残り数時間しかないけどね。忘れてたね。何をくれるんでしょう。いらねえ。サクって。咲くね。昔、咲くか、看板で、迷路を作ったね、記憶がありますけど。あと、セレモニーは、何のセレモニー？あ、やっぱりね、そう思ったんですよ。はい、参加しますと。れ、マメキチとツブキチは今回はいないの？店番？取りますよ。ほい。いい感じの写真撮れたでしょう。ね、セレモニーがね、ちゃっちいよね。はい。で、あと柵をね、
ゲットしたんで、あ、どんなものか。立てる。おお。なるほどね。はいはい。こんな感じと。しまう。この辺に置く。まあ、こんな感じということが、まあ、わかりましたんで。まあ、あとは自分の家の借金を返すために、ベール集めになるのかなぁと。なんかやることあるんかね。はい。なるほどね。じゃあちょっとそれはおいおいやっていこうかなと思うんで。で、今ベルがね、これ5000、今、まあ、10万ぐらいあるとして4万、14万。あとまあ5万ぐらい必要かな。借金返済には。で、さっきのズボンは？破けたズボンってこれひどいな。ね、小敷用だね。これは一旦置いときます。まあ、誰か来たようにね、着せてあげるということで。あとは特段変わったところは、なくてね。この後、まあ、ベルを、まあ、集めていこうかなと思う前に、先ほど無人島からね、ヤシの実を持ってきまして、まあ、ようやくね、この無人島にも、ヤシが、なるようになりましたよ、と。まあ、実の方はね、ちょっとベル集めで売ってしまったんですが。で、また、この辺なんか散らばってるのがですね、昨日、たまに風船で飛んでるプレゼントをですね。スリッポ？スリッパだったの？これ。違うか。いや、ここはスニーカーだね。はい。拾ったやつを、ま、そのまま、ま、捕まえては置いといてっていうのと、ここになんかすごいね、虫が湧くんですよね。こうやって。ただ今、網をね、ちょっと、持ってないと。無人島で壊してしまいましてね。学士の帽子。これもね、昨日のやつかな？学士の帽子。どういうこと？はい。まあね、卒業入学シーズンですし、学割のシーズンでもありますんで、まあ、この帽子ということですかね。まあこれは、まあいらないかなと。学士の帽子はちょっと取っとこうかな。ね。まあ、家の中にね、置けよっていうとこですけど。はい。だとね、この辺がね、なんか、ゆうたろうにもらったやつなんだよね。だと、家？増改築してから、まあ、初めて家の中に入りますかね。まあ、どんな感じのかっていうところで、はい、チャッチーですね。まあ、ほとんど大したものがないと。
フルキュートなフロアタイル、床に貼ると横向きとても結構変えられるな。こんな感じね、可愛らしい感じですね。収納ってどういうことだ。まあいいか。これもそうですかね、スキーウェアのズボン。これね、これからの時期は暑いかもしれない。あ、まだ間違って破れたズボンを履いてきてしまった。あとメッセージボトルもなんか1日1個落ちてる、まあ、イメージですよね。これもね、昨日ゲットしたやつですね。足2つ作れるのかな。やっぱ2つないとね、めちゃめちゃ不便ですよね、こうやって。なんかここに来ると結構片付くと。折り茶開けときましょうかね。はい、これを拾った運命の人へ、運命の人です。アイドルになるために書き溜めているネタ帳を読み返してたら、レシピのメモを見つけたの。瓶に入れておいたから見てみてね。このレシピ絶対流行るから思わずヘビロテしたくなっちゃうよ。個性がキラキラ、イザベラより。さあ、なんでしょう。貝殻のベッド。これぞ求めていたベッドですよね。これか、酒のズボン。はい、じゃあ今回はこの辺にしておきます。でこの後ですね、島の整理しながら、まあ、化石掘り返したりですね、岩ぶったたいたりしてアイテムを回収しつつ、まあ、物をね、売ってベル稼ぎながら、先ほどね、言った、このチケットですね。マイル旅行券を使って、また別の無人島に行ってみたいと思います。それではありがとうございました。またお願いします。